双葉電子工業株式会社は国内大手の蛍光表示館製造メーカー。また、ラジコンの双葉としても有名。プロポの製造は自ブランドの双葉のほか OEM による他社ブランドのものもある。本社は千葉県茂原市にある。社名の由来は二人で千葉の地で企業しようという創業者の思いから来ている。創業者が日立製作所の出身であるため、 日立グループとの関わりも深いが、日立グループではない。国内の主要生産拠点は、千葉県長生群長生村の長生工場である。その他に、金型部品工場として、長南工場、明石工場がある。茂原市の本社ビル、長生村の長生工場正門。ラジコン用受信機戦時中に、利権真空工業茂原工場にて知り合った、江藤五郎と細谷霊児が、 ラジオ受信用真空管の製造、販売を目的に1948年に設立した。その後、社内で使用していた自社製金型の販売やラジコン送受信機の製造も開始する。1970年には真空管の製造を中止するが、ノウハウを生かし電子管の製造、販売を開始する。1972年には台湾に 電子管の製造を目的とした現地法人台湾双葉電子古墳有限講師と韓国にモールド金型部品の製造を目的とした現地法人韓国双葉精密工業株式会社を設立する。その後もアジアを中心に電子管ラジコン、金型の製造工場を設立し、特に電子管は国内生産から海外生産にシフトしている。 1985年に東証2部に上場。翌1986年に東証1部に指定された。また、1972年からデジタル一読み取り装置の製造、販売を行っていたが、2004年10月に機関業務への経営資源集中のため、サムタク株式会社へ営業上とした。2004年には FED の生産ライン構築が発表され、 後に生産を開始したが、2009年10月に、新規開発、新規受注の中止を発表した。2009年には、TDK 株式会社の子会社である TDK マイクロディバイス株式会社に、資本参加し、UQL ディスプレイの製造事業に新規参入した。その後、TDK マイクロディバイス株式会社を、TDK 株式会社から買収し、2012年4月に、 完全子会社かの上、え、双葉モバイルディスプレイ株式会社に称号変更した。2011年には、車載用タッチパネルの製造販売を開始し、2016年には、ドローン操縦士の育成に特化した双葉ドローンスクールを調整工場内に開校した。2020年8月には、主力製品である、傾向表示館及び、 傾向表示管モジュール事業からの撤退を発表し、2021年12月をもって受注終了となる予定。ありがとうございます。